はい、こんにちは。セカンダリーの佐内です。この度の北海道胆振東部地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます本日2018年10月3日現在では北海道会場を除き第1回公認心理試験が終了しています北海道会場の受験者のための追加試験は2018年12月16日に決定しましたね、えー、弊社では公認心理推進ネットワークの o 講演を務めるなど本資格の成立に微力ながら尽力してまいりましたがこの度の試験では受験者の皆様を応援する企画として公認心理師試験出題基準いわゆるブループリントですねの大項目ごとに簡単に解説を行う生放送動画のアーカイブを24日連続で公開しましたまた試験当日には心ジョブさんの回答速報の研修を行う研修じゃない監修を行いました失礼しました 今回は回答速報に携わったスタッフの記憶や記録に基づき全154問を順に振り返る生放送を行ってまいります。受験者の方は自身の受験の振り返り見解の整理自らの専門的立場の再確認など自己検査のためにこれから受験される方は第1回試験の出題例の確認 見解の分かれる出題例の把握など高額のためにお役立てください。なお、先ほど申し上げましたとおり、動画内でご紹介する問いは、回答速報を担当したスタッフらの、えー、記憶や記録に基づき、えー、再現したものです。実際に出題された問題とは、えー、異なる場合があります、えー。あらかじめご了承ください。今日は、えー、問い16から18を見ていきましょう。えー、問い16です。